三輪車で行かれたのは恋まで。恋から先はどうされる。恋から先は今言ったね、橋が傷んでましたから、電車の鉄橋自転車担いでから渡っていった。17歳の頃ですから、まだ元気だったんでしょうね。何かこれが久場から広島へ駆けつけた第一陣だった。そうなんだ。この漫画。三人だったと思いますけどね。江家圭一郎さんいう方に会っておられませんかしら。この方がともう一人、福村さんいう方と、もう一人ぐらいおられたと思いますけど、ちょうど僕休みで家にいたもんですからね、すぐ声かかってたんですけど。先生ご自身はこの時期健康的な異常をお感じになったというか。ないんですけど、当日はだから高須の方のあたりで例の黒い雨、あれに遭いましてですね、まあ夏でしたから多分うち帰ってその日のうちにすぐ頭も洗ったり体洗ったと思うんですけど、それちょっと気になってましたけど、別に障害いうほどのものはないと思いましたけど、ただ今さっきちょっと言いました甲状腺の機能がちょっと落ちてますんでね、それがここへなんか三ペザでコブができたというのがかかりましてね、 MR 取りに行ったらこっちはまあ良かったんですよ。そこで甲状腺に腫瘍があるということでたまげて、また専門家のところへ行ったら、まあ悪性のもんじゃないからいうことでなんですが、やっぱりちょっと機能低下が少しありましてね、しばらく2年ぐらい前でしたか、分かりましてね、 1年ぐらい薬を飲んだりしてたんですが、あまり変わらないもんですから今はもう放置してますけどね。比較的最近その異常が分かられたということでしょう。戦後はずっと健康で、はい、ほとんど病気せずに過ごしてきたんですけどね。まあ甲状腺っていうのはその放射線の影響を受けやすいという。そうなんですね。だから、まあ、いつ頃から始まったんかは分かりません、発病したかは分かりませんけどね。それ以前にちょっと白内障の傾向があるんで、管理手当はずっといただいてましたけどね、もう随分前から。先生は戦後、はい、被爆者の治療というのもしてこられたと思うんですが、はい、こちらの被爆者も随分見てこられた。いや、当時は知らなかったですけど、医者になって僕医師免許証が29年ですから、それから広島大学の第一内科に2年ぐらい3年ぐらい行って、それからずっと国立の大竹病院におりましたんで、まあ被爆者手帳を持っておられる方の治療を言っても、今の健康管理手当の診断書を書くのが主で、それで治療が必要なら治療するし、健康管理手当で程度でいいのならそれで済ます人もいうので、いくらか結構数がよくそういうのでしたら見てますけどね。まあ、医師というのは、はい、人の病を治す、はい、職業いらっしゃるんですけど、はい、こういう原子爆弾とか核兵器とか、はい、こういうものについて、はい、お考えになっていること、お感じになっていること。そうですね、難しくてちょっとよく分かりませんけどね、なんとかせにゃいけんという気持ちは持ってますけど、何やっても
うまくいかないんじゃないかような気がして、あまり積極的に気にやろうかいう気持ちはあまり持ったことが申し訳ないんですけどないんですけど、なんかまあ役に立つことがあれば やってみたいとは思いますけどね。とにかくこういうものを二度と使ってない。もちろんそれはありますね。まあ、特にまあこの間いただいたあれ見て、まあアメリカにがね。もうちょっと本気になってやってくれんことには、いくらこちらが呼びかけてもなんかダメなような、そんなことじゃいかんのでしょうけども、なんかそんな思いが強いもんですから。